会場日の正式決定を受けて、こちらの会場でこれから小池知事の臨時会見が始まります。平成30年の10月11日木曜日でありますけれども、この日に開場をするということで合意が得られました。そしてこの日程でありますと、都といたしましても円滑な移転準備を進めることができると考えておりまして、市場の開設者として東京都として正式に来年の10月11日を豊洲市場の開場日として決定をいたしました。小池知事は会見でこのように述べ、さらなる安全性の向上を図るため豊洲市場の追加対策工事を着実に進めていく考えを示しました。しかし業界団体が求めている安全宣言をする具体的な時期については言及しませんでした。追加対策工事をご指導いただきました専門家会議による確認がございます。そしてその後、農林水産大臣の認可手続きがございます。これら一連のステップを経まして、しかるべき段階で安全安心な市場であるということにつきまして、私から発信をさせていただくこととなっています。また小池知事は来年10月6日土曜日に現在の築地市場を閉めて、7日から10日までを引っ越し期間に充てるというスケジュールを示しました。一方、豊洲市場に整備される千客万来施設を運営する万葉クラブへの対応については真摯に対応するとし、従来の説明を繰り返しました。業界団体と力を合わせて豊洲ブランドを構築していくと力強く語った小池知事、残された課題をどう解決していくのか、より慎重な舵取りが求められます。